A4 に関することでというか、ひまわりに関することで、私今練習してることがあるから、それも待ってくれよって。何かとは言えないが、練習してるから今。待ってて。練習してるから。練習し始めた。いつかわかりますよ。いつかというか、終わるまでにはわかります。ありがとうございました。ということで、改めて、改めて、皆さん、そして TBS の皆様、ドラマの皆様、ありがとうございました。これ聞こえてます？バックグラウンドなんですけど。なんでこんな緊張してるか。なんでこんな緊張してるか。そうだな。じゃあ今、なので、時間ないので、今から弾き語りをしたいと思います。2ヶ月しか練習、もともとエレキギターといっても、ちょっとしか F 以外をちょっとだけ弾いてたみなですが、3年ぶりぐらいに、ギターで、練習をして、アコギを新しく、ドラマが始まった当初に買って練習してきたので、歌いたいと思います。下手です。先に言っと聞きますけど、下手です。じゃあ行きます。どうしよう。どうしよう。本当に、本当に許してください。行きます。どうしよう。悪くないと砂どこ？なおに喜べない私に夏の日の耳間違えた耳ながららしくていいねお笑いかけた太陽が照らしありがとうございました。以上はどうでした？聞いてました？みんな。はい。聞こえてた？聞こえてた？聞こえてた？あ、拍手があるってことは聞こえてたんだね。私前回のスペースで、なんか、一言がずっとループしてたっていうのがあるから、すごく心配でした。以上、ひまわりでした。すみません。いろんなコードを簡略化させてますが、許してください。ちなみにですが、別で撮ったやつが、この後23時に、その最終回記念ということで、投稿されますので、YouTube に投稿されますので、まあ、素人ですが、許してくださいという弾き語りが投稿されるのも全然うまく喋れないので、そっちもよかったら聞いてください。で、ひまわりもたくさん聞いてください。ありがとうございました。さよなら。ふわふわり、ふわふわる、あなたがまだダメだ。